公式記録の発表が楽しみですね。そうですね、仙台からもやっぱり来てますし、まあ、岩城の、ね、サポーターももちろんそうですけども、関東からもかなり来てるという情報を聞いたので、はい、時間になりました。2023明治安田生命 J2 リーグ第38節、岩城 FC 対ベガルタ仙台の一戦、前半スタートです。左側から右側に攻める赤いユニフォーム、ホームの岩城 FC です。4番の杉山だ。さあ自分で運んで、ここで杉山を使ってきます。杉山レオクロスはバーサイド、押し込んだ。杉山選手としても上げやすかったと思いますし、まあ、しっかり引っ張ってからこの位置まで入っていくスピード感というところの、まあ、球際ノーファールでいくところ。じゃワンタッチで中島、中島、あっとこれはあっと笛だ。ファールはエリアの中。決めた、同点ベガルタ仙台。35分、松崎間を通してきて中島、中島裏を狙ったボール、山田ゴールを背にしてクロスのフリーだ。ヘディングはベガルタ仙台逆転。57分、さあフリーになる。さあえぐっていく、そしておっとまだある、まだある、シュートは決めた。今入ったばかりの永井が決めました。監督采配ズバリ、まあ、ここのサイドの仕掛けとやっぱりポケットのところの取り方と、あとは最後にね、谷村選手が一つ運んだっていうところが、ファーサイドにあっとシュートにはいけませんでした。高く上がっています、飯泉競り勝つ、そしてシュート、途中出場25番の長谷朝日、そしてタイムアップのホイッスル、2対2、今シーズン2度目の、そして